江戸川脇です。さあ、今日はですね、自由が丘にやってきてるんですけども、後ろ看板見えてますでしょうか。山本のハンバーグ自由が丘店にやってきました。以前は KTV で山本のハンバーグ大岡山店の動画、ご紹介したんですけれども、ハンバーグ専門店ということで、体に優しい食材を使ってる、都内に8店舗展開してるお店なんですけど、1店舗1店舗ですね、メニューが結構様変わりしてるみたいでして、この自由が丘店は特に野菜を多く使ってるハンバーグのお店ということで、今ちょうど暑くてね、夏の時期になりましたけども、夏限定の冷やしハンバーグというものをね、期間限定でやってるみたいでして、その冷やしハンバーグも店舗によって、いろいろね、メニューが変わってくるみたいなんですけど、ということで今日は山本のハンバーグ自由が丘店で冷やしハンバーグ食べていきたいと思います。行ってきます。ということで今店内入ってきましたけど、この前の大岡山店とは内装が全くこうガラッと変わっちゃってて、本当こう違うお店みたいな感じですね。で、ソファー席もね、なんかゆったりしてて座り心地が良さそうで、今日はね、冷やしハンバーグ食べに来てますから、上にちょっとありましたね。夏野菜の冷やしスープカレー、梅昆布風味というね、さっぱりしてそうで酸味もあって、冷やしって書いてありますけど、あったかいやつもできるみたいですね。ハンバーグ頼めばご飯もついてますし、でおかわり自由で味噌汁もついてくる。この味噌汁もね、めちゃくちゃ美味しくて、店内で手作りの味噌汁でございまして、自家製の野菜ジュースがどの店舗もついてくるんですけど、今月パイナップルジュースをベースに、ドラゴンフルーツと枝豆、空心菜とバジルの5つの野菜でご用意しています。自家製野菜ジュースいただきます。いや、濃厚で濃くて、いかにも体に良さそうだなっていう。中にバジルとかね、空心菜も入ってるから、でもなんか味はフルーティーな感じで、あとせっかくですからね、前菜3種盛り合わせもちょっと、ね、頼んでみました。こちらが前菜3種盛り合わせでございます。こちらから自家製処理層と枝豆のディップ、エビの香草焼きでご用意してます。はい、これで1000円しないっていいですね。香りがやばい。中の肉の密度がすごいですね、これ。ぎゅうぎゅうに入って粒マスタード。エビもね、香草焼きということで。卵も入ってて、エビうまいですね。ディップをつけて、多いですね、これ、余計なものが入ってないっていう感じ。お肉専門店だから、うまいですね、ソーセージが。はい、ということでやってきました、自由が丘店限定のスパイス香る夏野菜の冷やしスープカレー、粗挽きハンバーグ梅昆布風味でございます。
ないハンバーグですよ。野菜が結構入ってるし、まずあの味噌汁からいただきます。味噌汁大好きで、いや癒されるわこれ。キャベツもいっぱい入ってるし、パプリカも入ってますね。中にね、ナスも入ってるんですよ。これだけでもまあご飯入れちゃいます。うまい。スープカレーのハンバーグですから、スプーンでめっちゃ笑ってます。冷やしハンバーグ食べたことないですからね。あ、うまっ。ハンバーグ粗挽きで肉汁すごいですね。スパイス効いてるし、刻んだ昆布も入っててね。で、あとちょっと酸味を感じる梅かな。ご飯だね。うまっ。だん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 口の中がね、こうピリ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 してきましたね。でも全然辛みはそんな強くないんで、辛いの苦手な方も食べれると思います。オクラが入ってます。ヤングコーン、カブですかね。ちょっとまずもう水菜、焼きナス入ってます。なんといってもこのハンバーグですよね。スープの中にね、刻んだ玉ねぎもいっぱい入ってるから、これがなんかまた旨味が増してね。梅肉も入ってますね。カレーなんだけど、後から梅の感じがふわって追っかけてくるみたいな、夏にぴったしですよね。ちなみにハンバーグはあったかいです。でこちらシソの実の花、彩り豊かにというか、まあ、香りも楽しめるっていうものなんですけど、ちょっと食べてみようかなっていう。しそですね。そして、一目惚れ。じゃあご飯おかわりしました。山本のハンバーグさんはね、米がうまい。夏バテ気味な方はね、最適です。お肉もしっかりありますし、野菜の方がね、多く感じれるんで、なかなかワッキー TV ではね、こういう料理の紹介はないですからね。で、ハンバーグと野菜全部食べ終わりまして、スープがね、ちょっと余ってますので、ここにご飯を投入したいと思います。さっぱりしてて、後から梅が溶けてくるから酸味がね、いいですね。体調悪い時とかいいな。完食しました。はい、ということで山本のハンバーグ自由が丘店で冷やしハンバーグね、いただきましたけど、いや初めてのハンバーグでしたね。ハンバーグはちょっと温かいんだけど、スープが冷たくて、でカレーの中に昆布の出汁と梅がね効いてて、今日気温がねもう35度近いんですよ。暑いんですけど、さっきの冷やしハンバーグ食べて店出てきたらね、もう結構体クールダウンしてまして、であとあの梅の酸味が効いてるのか、暑いので体調が悪い時とか、ああいう料理はねいいんじゃないでしょうか。まあ言うな
なれば夏バテの時に食べたい肉で、あとね、あのご飯も美味しいし味噌汁も美味しいしね、あれはもう全店舗でもついてきますんで、で最初に食べた前菜も美味しかったです。場所が東横線東急大井町線の自由が丘駅から徒歩1、2分のところになりますんで、ぜひ自由が丘に来た際は山本のハンバーグさんで夏野菜の冷やしスープカレーの粗挽きハンバーグ食べに来てみてはいかがでしょうか。それでは